JALIC サービスは日本航空が2005年2月15日に導入したソニーの非接触 IC カード技術フェリカを用いた電子航空券によるチケットレス登場などのサービスである JAL マイレージバンクの会員カードのほか、お財布携帯でも利用できる搭乗券の代わりとなる IC チェックイン機械庫のサービスは IC マーク付き JMB カード JAL カードを保有または JALIC ポケットアプリを インストール、設定した、フェリカ搭載の携帯電話、JAL Touch Go をインストール、設定したフェリカもしくは、NFC 搭載の Android スマートフォンを所持する、JMB 会員を対象に行われている、サービスである。全日本空輸が2003年に、絵で一体型 AMC カード、ANA カードの発行や、それを活用して2004年12月より、スマート E サービスを導入しており、 JAL による同様のサービスは出遅れ感があった。なお、当初のスマート E サービスは、フェリカ利用でも、登場時に空港の自動チェックイン機に立ち寄って、磁気テープ式の航空券に引き換える必要があったが、JALIC サービスでは、それが不要なため搭乗時の手間を軽減することに、成功した。2008年2月より、クイックというサービス名のもとで、従来より拡張した。 JAL IC サービスを提供している。2012年9月26日よりフェリカ搭載 Android スマートフォンでのサービスが開始され、同年10月22日より au 向けの NFC 搭載 Android スマートフォンでもサービスが開始された。なお、ジャルカードスイカであれば1枚でこのサービスとスイカが2008年3月1日発行開始の JMB 和音カードでは、 ワオンの利用もでき、2012年4月発行開始のビッグカメラ JMB ワオンカードではワオンに加えビッグポイントの利用もできる。なお、JAL& ビッグジョイントサービスを申し込めば専用カードを利用しなくとも JALIC サービス対応のカードであればビッグポイントを付加することは可能となっている自動改札機通過時のイメージチケットレス登場サービスであるチケットレスで 航空券予約、購入時を行い、チケット購入時に座席指定を行っていない場合は、登場前にパソコン、または携帯電話から、ウェブ、チェックインと呼ばれる操作を行っておく。空港到着後は、チェックインカウンターや自動チェックイン機に立ち寄る必要はなく、そのまま保安検査場に向かう。手荷物を預けたい場合は検査場に出向く前に、手荷物カウンターで預けるが、 その際に IC カードもしくはお客様控えを提示、荷物と顧客の紐付けを行う。保安検査場では、航空券を係員に見せる代わりに、専用の機械に同じものをタッチし、便名や座席などが印刷されたレシート上のお客様控えを受け取り、登場時には自動改札機に再びカードなどをタッチする。通常の航空券同様、後期時に特別な作業などはない。ちなみに、 初代の自動改札機に設置されている IC カードリーダーライターはももと実機テープ式航空券の運用が現役で E チケットお客様控えなどに印字される二次元ワーコードでの搭乗方法が未導入の時点で導入されており初期の追加対応自動改札機に設置されていたものとほぼ同じものであったそのため QR コードによるタッチゴーサービスのスタート当初は改札機に QR コードリーダーが後付けされ、保安検査場の端末が QR コード用と IC カード用に分かれていた。次世代版では保安検査場端末、搭乗口改札機ともに IC 読み取り部分と二次元バーコードの読み取り部分を同一化したものに改良されている。また、幼児券や賞に、一般、優等顧客などの差によりタッチした際の音色、また、 改札機場で光る LED が変化するようになっている。国内のジャルビンが就航する全空港 JMB 会員の特典として用意された電子マネーだったが2012年9月17日をもって廃止となった。金額の単位は JP1JP イコール1円換算で主に JMB で貯めたマイルからを使うことで入手し、 JAL のキャンペーンによってプレゼントされる場合もあった。JALIC サービスに対応したカード会員か、お財布携帯に IC ポケットアプリをインストールした JMB 会員は、自動的にサイバー上で IC 利用クーポン講座が開設され、そこに IC 利用クーポンが蓄積された。利用手段としては JAL や eTravelPlaza での公式ウェブサイト上での航空券。 旅行商品の購入時に当てたり、IC 利用クーポン口座から JALIC ポケットにチャージすることで、支柱の取扱店で利用できた。あくまで特典、還元であるため、現金などで IC ポケットにチャージできなかった。ありがとうございます。